ラブラジラジイフ SBS ラジオ超ド S、今聞きたい静岡の100人。 SBS ラジオでは今を超えようとチャレンジを続ける静岡ゆかりの人々100人のメッセージをラジオから発信しようということで皆さんから広く推薦をいただき今聴きたい静岡の100人の選出を行ってまいりました。今日はその中の中お一人です 静岡市出身のプロボウラーグランドボール所属の森さなえさんにスタジオに来ていただきました森さんこんにちはこんにちはよろしくお願いしますお願いしますいやもう早速ですけどもうメールいただいてますよ桜ちゃんからねびっくりしました今日森さんが森さんってあれですよね SBS の次男と呼ばれてぐらいこれ音声の森さんの方です本当に次男だと思わますね静岡のおじさんから。 いや今日のゲスト森早苗さんということで初めてメールしました、はい、いつも P リーグ拝見させていただいておりますいいよ 次回必ず1回戦勝ち抜いて優勝してくださいね <laughs> 初優勝の時の感動がいまだに忘れられません <laughs> と言われておりますでファンからのメッセージもありましたが <laughs>、えー、簡単に森薗恵さんのプロフィールご紹介させていただきます株式会社グランドボール所属のプロボウラーご家族がボウリングを始めたのをきっかけに小学生でマイボールを持つようになり6年生の時にボウリングスクールに通い始めました。 高校時代には同じ高校で1年先輩の片井綾乃選手とともに全国,高校対全国高校対抗選手権で優勝明治大学ではボーリング部に入部 大学卒業後はプロボーラーを目指し3度目のプロテストで見事合格して2007年にプロ入りしました、うん、また女性ボーラーがボーリングの魅力を発信していく P リーグにアマチュア時代から所属している森さん P リーグでのニックネームはシンデレラガールということなんですね天、うん、<laughs> ガロンハットや斬新なコスチュームで毎回登場し P リーガーのファッションリーダー的存在として活躍されていますはいという森さんですけども、うん なんかあれなんですよね。はい。高校、全国高校対抗選手権に優勝して。はい。手崎さんにお会いしたことがあるということなんです。手崎さん。二回目なんですよ。え。はい。あの、この全国高校対抗選手権の、なんかこう注目校みたいなので。私があの通った静岡上北高校に、取材に来ていただいてて。そうなんです。かたいさんと、私一緒のピアノときに。え、あのボーリングも一緒に。え、どうした、ボーリング一緒に。 ごめんなさい、そうだった。ごめんなさい、本当にすみません。私その時すごいショートカットでボーイッシュだったので、多分全然イメージ違うと思います。何年前？え、何年前でしょうね。ちょっと年齢バレちゃうんで。あ、そうかそうか。いいんまあちょっと前やなあ。そうです、ちょっと前ですかね。そうか、そうだ。いやーもうあ覚えてますよ。<laughs> <laughs> いやーだけどね、でも念願かなってですね、本当に。そう。ういろいろで<ー>でもね、俺 P リーグ 見ちゃうんだよ、あれね、名古屋だと、夜中なんです、やってんのが。そうですよね、遅いんですよ、で眠いなあと思って、ああ、ビリグだ。見ちゃうんですよ、可愛いから。あれ、なんか独特な雰囲気あるよね、見てる方が頑張れ、頑張れってなるんだよね、あれ。もう、てる、本当緊張しても。 なんですよね。なんかスペアとか取るときとかも本当手震えますね <laughs> あ。やっぱそういうもんなんだ。でも、はい、もう本当競ってるときに例えばもう5ピン差ぐらいで競いやってるとにパカーンってスプリットになってらそどういう感じなの、うんうんうんで？いやもう絶望的ですけども、うん、でもスプリットを、うん、まあ可能性ゼロじゃないのでもうんとして取ろうみたいな前向きな気持ちで投げますけどね。そういった時のプレーもてつやきさん表情もかなり見てらっしゃるということでしたね。<laughs> もう全部見てますよ。<laughs> うん 全部見てますよすまたあのその相手がターキーとか出した後のその座ってる選手のチみたいな顔ね <laughs> <あ>ちょっとジョンで抜かれますもんね。抜かれるんですよ <laughs> カメラね全部見てますか,かなり細部までを見てらっしゃるようでね p リーグはぜひ見てほしいちなみにあのー、森さんの現在のアベレージというのはどれぐらいなの、うん？そうですね去年の2015年は208アベレージですねですはい ちょっといいですか黒田アベレージ、どれくらいだっけボウリングアベレージ、多分二24ぐらいだと思います森さんやったら多分ソフトボール投げてもそれくらい出るわボウリングじゃなくてソフトボールでそれくらい行くで、多分でもね、今、森さん小さな子で可愛いって言ってくれたあの確かにデートして女の子がめっちゃボウリング強かったら男丼だよな。デート左手だけ いなるほどね <laughs>、はい、はもうもちろんあのねパーフェクトも何度も出していらっしゃるそうですね、あの公式の大会では公認では4個ですかね、はい <laughs> それパーフェクトかかってる急憩ねって、どんな気持ちなんですか <laughs>、はいはい、へーもうなんかアドレナリンがいっぱい出るみたいな、もう楽しくてしょうがないですよね。 そう緊張感が結構好きなので<ー>燃えてきます。は、はい、ちなみにボウリングの重さって多分女子プロの方って相当重いと思うんだけど、うん、何ポンド使ってる？十五ポンドですね。多分十五ポンド使ってる女子プロボーラーが一番多いと思うので。十五 <15? S 2>、はい。そうです。ボウリング場でいうと黒ですね、えー、色は。黒ですかね。<laughs> あの色で俺恥ずかしいんですけど俺。<laughs> 赤なんですよ。赤八ポンドと間違いないですか？ちょっと恥ずかしいんですけど、たまに赤使うんですよ。うん、まあでもなかなかプロじゃないとその重さ持てないですよね。どんなトレーニングしていらっしゃるの？トレーニングはやっぱりあの重いボールを投げるので、体幹を主に鍛えるので腹筋、背筋とかしたりとか、最近ちょっとピラティスを、あピラティスもちょっと、ちょっと女子女子力も高い。あそう。体の歪みとかも。 治るので、はい、やってますね。やっぱり、何の競技でも、体のシンってすごく大事なんですね。そうだね、きっとね。まあ、そしてね、森さん、まあ、なんと言っても、まあ、美しいんです。本当にね、あの p リーグの中でもね、もう、軍を抜いてますよ。ときますけど、森ちゃん。森ちゃんは、もう、ごめんね、まあ、一緒に仕事してるから、俺。一緒にボーリングやってるから。 一気にでも距離はね近づきましたが本当綺麗な方で, <laughs> ねでユニフォームも本当に、ね、色鮮やかでファッションリーダー的な存在になってますけれどもだから、えっと、静岡出身で天、うん、ロンハットをかぶってるのは森さんとハリウッドザコシショウだけですから <laughs> <laughs> ねそっちですかあれは天ロンハットっていうのは自分でアイディア出したんですかそそうでのの時あのー まああのスタイリストさんとかと109に見に行った時にあ、うん、これいいねみたいな<ー>、はい、帽子をかぶるっていうことが今まだなかったので、うん、まあその ねテレビ番組の番組の中でだからできることなんですけどもやったことないことなのでやってみようみたいな感じで各選手がすごくカラー出してるんだよねファッションそうですねそれが昔との大きな違いだよね昔はの必ずボーリングのユニホームみたいなのを着てらっしゃったイメージがありますねこうあのポロシャツにこう短パンみたいなそうですけど。公式な大会では そういうのじゃないといけないんですけども、うん、やはり P リーグではいろんなウエアを着ることができるのでそういういろんなウエアを着ることでキャラクターの方に,に、はい、楽しんでいただければなとそのおかげでボーリング人口また増えたんじゃないかな、うん、特に若い子のね。ねえ妥当いいんですけどね。うん絶対それはすごい貢献をしてらっしゃると思うんですがうん、うん、そもそもね森さんはなぜプロボウラーを目指そうと思ったんですか、はい、やっぱり一番私ボーリング本当大好きなので子供の頃からずっとボーリングやってて。うん まあでも自分がまさかプロボーラーになれるかどうかっていうの分からなくてやっぱ大学卒業するときに何になろうと思ったときに一番その自分の正直な素直な気持ちはやっぱりボーリングをずっと続けていきたいって思いがあったので、うん、はいプロボーラーになろうと思いました。うん、終える経験も終わり、ね、あ,あるんです大学卒業してから一年間。うん、はい。あの僕らの世代だとねみんなね中山律子さんを見てたんですよ。はいそうですね。あ知らないでしょう。うん 中山律子さんという <laughs> 爽やか律子さん<ー>すごいこうボウリングのプロがいて。<ー>で その人はもう国民的スターだったんですで今よりもも10倍以上ボウリング場も多くてね本当にブームで俺らの世代はもう必ずやってんです小学校の頃あ小学校でみんな今のおじさんとかうまいよねそうなんですやってるからね昔ねでそう中山さんを見てプロボウラーになろうっていう人多かったんだけどねでもなるのは大変なんだよねですよねそれはやっぱりプロテスト 合格しないとプロボーランやなれないと思うんですけれども、はい、そのプロテストってどんな内容なんですか？プロテストはあの春にその年に一回あるんですけど、も、えーまあ、一次試験から三次試験まであって、うん、一次試験えっ、ー、と一日十二ゲームを四日間の四十八ゲームを百九十アベレージーで二次試験もまた同じように九十あえっ、ー、とそうですね四十八ゲームですかねの百九十アベレージをまあ全部違うボーリング場で投げて。 なんですけれども、で三次試験はまた筆記試験、うん、それを通るとプロボーラーになれますね。四十八ゲーム投げてアベレージが百九十よりいか、はい、上行かないといけない。そうですね。これは厳しいですね、はい、やっぱりね。これだけのゲームをこなすことだけでも大変ですけどね。そうだな。うん、で二度失敗して挑んだ三度目のプロテストで合格ということですけども、はいうん、そのプロボーラーになった時の気持ちっていうのはどんな気持ちですか。 いや本当にその夢のダイプを踏み出したというかそのスタートラインに予約立てたなという気持ちでしたね、プロボーラーになっていろんなやりたい夢があって、ずっと描きながらあのプロテストをいて、うん、臨んでいたので。うんはい もう嬉しかったですねでリスナーさんからもメッセージをもらっているんですよね、はい、す岩田市のラジオネームマッキーさんから静岡市生まれ静岡市育ちである女子プロボーラー森さなえさんがこの度熊本地震を受けて熊本ボール募金という活動を始めました、はい、森さんは熊本の顔が描かれたボールを使う選手としてボーリング界では有名ですこの活動が防災の意識が高い静岡県民としてアスリートとして素晴らしい内容でありぜひ番組に出演していただきたいです 都のことだったんです。はい、いただいてました。はい、さあ、そのクマモンボッですけども、はい、これどんな活動、どんな思いで。そうですね。あのまあクマモンボールというスペアを取る専用のボールがあるんですよね。クマモの、うん、あの皮がプリントされた、うん、それを、えー、まあ公式戦承認大会 P リーグで一等投球するごとに100円、えー、熊本県のボーリング場協会に寄付するという形で、うんうん、あの私あの熊本の玉名市にあるあのスカサロイヤルホテルさんというところで、うん、あのもう六年ぐらい前からすごくあのえっ、ー、と。 活動のサポートししててていいただま熊本県にはもう年に何回も行くのでそういう意味で本当にあのー、ね大変日頃からお世話になっているのでまあ、こういう時に少しでも支え、うん、になれたらなと思って始めましたね森さんが持つそのボールがそんな思いが詰まっているというのを見ながら今回、うん、これからね,ね注目してほしいと思います。<laughs> はい さあ今後の目標とか夢、最後に聞かせてください、はいはそうですねあの、まあ、目標はまだ公式戦で初優勝していないので、うん、まずは優勝して応援してくださっている方にお返しをすることと、えー、それとです、ね、やっぱりボーリングをよりたくさんの方に楽しんでいただきたいと思い,、ま、思いがありますので、えー、いろんなところで、えー、ボーリングの魅力を皆様にお伝えしていきたいなと思っております。はい めっちゃボーリングやりたくなってきましたね番組でも一回もやったもないからボーリング大会って。やりましょうよ。やりましょうってどの口が言った。アベレージ二十四。あ、でも小崎さんがかっこよく見えると私が下手くそだから。やりたいね。いやあのまたこれからも魅力を伝え続けてってくださいね。はいはい。は今日のラブラジーダイフは今聞きたい静岡の百人としてグランドボール所属のプロボーラー静岡出身森さなえさんにお話を伺いました。今日本当にどうもありがとうございました。 ありがとうございました。